皆さんこんにちは。ミスユニバース青森の寺田圭です。今はお昼ご飯を食べ終わってお部屋に戻ってきたところです。隙間の時間が少し空いたので、こうして皆さんと YouTube を通してお話しさせていただいております。皆さんの心の落ち着かせ方はどんな方法がありますか？私は感性を高めることも含めまして、読書をすることをお勧めします。私の趣味は読書、映画鑑賞、音楽鑑賞、その他もろもろ筋トレなどいろいろあるんですけれども、その中の一つの読書ですね。心を落ち着かせるため、そして自分の感性を磨くために読書を趣味の中に取り入れて毎日行っています。今日はおすすめの本、私がいつもちょっと落ち込んだ時とか少し心に波が立った時に読んでいる本をご紹介いたします。それがこちら、置かれた場所で咲きなさいという渡辺和子さんの本です。少し朗読させていただきます。置かれたところで自分らしく生きていれば、必ず見守っていてくださる方がいるという安心感が波立つ心を沈めてくれるのです。避けない日があります。その時は根を下へ下へと下ろしましょう。この本が読む方の心に少しでも安らぎをもたらすようにと願っています。これが本の冒頭部分になります。中にはたくさんこの著者である渡辺和子さんが体験してきたことや、この方は学校の理事長をなさっているんですけれども、その前には修道士として働いていた時もありました。なのでその時に自分が学んだことなど様々書かれています。微笑みが相手の心を癒す。人生にぽっかり開いた穴からこれまで見えなかったものが見えてくる。すごく心に響いて私の心も落ち着かせてくれます。今日はこの本を皆さんにご紹介いたしました。興味のある方は置かれた場所で咲きなさい、こういうパッケージカバーなので検索をかけてぜひ読んでみてください。あと皆さんのおすすめの本などがございましたら、私本が大好きなので、活字大好きなので漫画本も好きなんですけど、何でもいいので教えてくだされば私も本屋さんに行って購入して読んでみたいと思います。それでは夜の講義に行ってまいります。皆さんも良い一日をお過ごしください。今日もよろしくお願いいたします。